始まりました東京さとみのよかろうもん。はい、本日で第5回目でございます。残すところあと1回になってしまいましたということで、本日も茨城県にありますキングイーグルズ筑波店さんでの実践となっております。さとみのよかろうもんは毎回言ってますけど博多弁で行くので今から博多弁で行きたいと思います。ものすごく人が多くて台を取ってから今オープニングを取っている状態で、今日は350人ぐらいですね。で私は190番目の入場だったんやけども、なんとですね、入ったらですね、もうどの台も空いてないみたいな、 この台かな、あこの台空いてなかったらこれに行こうかなっていうのがもうことごとく空いてなくて、結局うろうろしてたら多分残り、ジャグラーとか以外だと多分残りほんと10台ぐらいもう空いてないんじゃないかなっていう、もうバラエティーポツポツポツって空いてるみたいな感じで、私がたどり着いた先はリングでございます。リング終演の時で、まあリングも面白いですけど、あまりちょっとねそんなに打ち込んでないんで、ちょっとねまた前回の十字架に引き続きちょっと浅はかな知識になってしまいますけど、まあ頑張るけん、まあ見とってくださいということで、もう一個ルールで NG ワードというのがあるんやけども、本日はこちらですね。はい、ということで今日はこれを行きたいと思う。危ない、また見そうになった。前回間違えて見ちゃったから実は今日はこれですね、皆さん覚えとってください。ということで、まあ、NG ワードも今決まったということで、まあ、本日はもう おそらく大移動はもうできません。なんでもうリングだけ一生懸命ぶん回して勝てればなと思います。まあ厳しそうな戦いになると思うけど、まあ今日も精一杯頑張っていきますんで、皆さん応援よろしくお願いします。それでは早速実践の方行ってまいりたいと思います。はい、ということで、リング終演の時ですね。撮りました。もうこれ隣の鬼浜しか開いてないんじゃないかくらいもうフルです。稼働はこれと一緒に心中をする感じになるんですけども、精一杯頑張りたいと思います。はい、まあもうだいぶ経ってますね、導入されて。でもまあ軽くおさらいをすると、まあボーナス、まあと、まあ、直撃ですね。で、まあ、ARG を目指すと基本的にはそんな風になってる台のはずです。グッチー、あ、真相究明、まあまあリセットやろうね。いや、これ当たったらめっちゃいい、ラッキーよ。いや、弱っ。当たらんやん、こんなん。あれ、真相究明、一向に真相究明できない。お、赤や、全然チャンスアップもないし、びっくりした、当たったよ
当たった268ゲームの当たりましたよ。やった、投資8本です。いや、よかった。おい、273ゲームでサダコボーナスで、50ゲームから100ゲームの疑似ボーナスで AR 実態度が約 40% となっております。よし頑張るぞ。ていいじゃん、やった、ズバクラッシュゲット、ズバクラッシュ、イエーイ。はい、ではズバクラッシュ ART でございます。あ、頑張るよ。せっかくのチャンスやけん。で、まあズバクラッシュは、まあ、1セット40元プラスアルファで、ワラスを目指しておくと、あとはまあ特化図を入れたりとか、いやー続いてこれやばいぞ。通常廃墟、40ゲーム125枚まさかの終わり。わあめっちゃショック。わあ終わった。芝クラッシュ入れるの大変なんよ。行きました。はい、チャンスゾーンは、10ゲームなんですけども、このチャンスゾーン中にベルやチャンス役を引いて、まあ、ART ボーナスを目指していくと、で行きたいとか約 40% ぐらいで、これの上に一応超があるんですけど、それだとかなりチャンスで ART とボーナスの、期待、比率も1対1になるんですよ。うわー、ダメかな。残念。3回引いたんやけどね。何？怖い怖い。ここで強チェリー引いちゃう。お、これ、この S 初めて見た。あった、直撃、直撃じゃないね、直撃。これなんで当たったんだろう。ゲーム数かな、ですかね。263ゲームやった。だけど、まあまあいいですね。はい、273ゲーム。あれさっきと一緒じゃないこれ。あ、違いました。ちょっと違った。お、なんかいたよ、弱点か。お、からの追加で、あ、女の人やんね。男の人が一番いいって、まあ、さっきも言ったけど男の人が一番いい。あ、下パネル消灯した。お手がプッシュ。
よっしゃー、千葉君、もう夏は昆虫ゲームね、千葉君らしく、こんななんかポンポン入るもんじゃないけど、まあまあまあ入ってくるって。でもさっきはもう単発だったけど、もう今回はね、何回かは続けられるように、で、上乗せできるように頑張ります。手が落ちてくる可能性が。どうした？やめてよ。いや、なんか私今ホッパーエラーかと思った。絶叫絶叫ランプでした。はい、絶叫ランプは5ゲームプラスアルファで、全役で絶叫ランブとジバクラッシュのゲームをダブルは乗せらしいです。平均は120ゲーム。お、何？うも、絶叫ランブが3ゲームと、ジバクラッシュが20ゲーム。よしよしよし、1ゲームで、まずよかった。終わる。ああ。ああ、まあいいか。まあ悪くないと思います。うまい。18。いいな。うまい。10ゲーム。大丈夫？もう。おお。やったー。あ、ラスト。あ、ね、もう一個乗せとけん。ゆきこ。マリーナ、いやー、いい曲か。ダッツアップはない。いやー、ダメそう。終わりかな。193ゲーム550枚。まあ、あのね、わざせましたけ、頑張れたと思ったんやけどね、自力で継続が全然できない。まあ、でも今プラスだったけん、MP チェリーMV 引けた。頼む。ラストこれもベルいだぞ。Yeah!
した。やっと成功。269ゲーム、まあ全部こんぐらいのゲーム数で当たってくれと。281ゲーム、ほんと全部同じぐらいのゲーム数。お、とりあえず はい、ボーナスは終わってしまいましたが、 ARG 獲得めっちゃうまくない？大丈夫？怖くなってきた。1回ぐらいね、素直に継続してくれ。いやもう、あ、ペンションやん。ストップ。あ、ナビが赤。やっと継続した。継続するか。あ、いいぞいいぞ。あ、廃墟が怖いな。チャンスアップがない。嘘だって言って、お願い。80ゲーム381枚、まだわかんない、お願い。もうやだやだやだ。デンジャーだった。おらやったー、よかったー。350ゲームでした。もう全然メダル、まあもちろん減りましたけど、全然まだいっぱいある。もう優秀だな。はい、356ゲーム。さあ、ダコボーナス、サバコボーナス突入。マジか、ついにやってしまった。始まりの場所。はい、あ
まった1111ゲーム。結構まあそこそこプラスでいい感じで当たっててからのかなり追加投資、一番じゃないけどかなり嫌な出来事、いや最悪ですね。追加が16本なんで総投資がまさかのプラスからマイナス25本です。いやもう最悪だよ。140ゲームでサバコボーナス占領。サバコボーナス突入。終わんないで。ダメだこりゃ。時間も来てしまいましたので、実戦終了したいと思います。もう地獄でした。本当に最初は楽しかったんですけどかなり地獄でした。もうね次で最後なのになんかねこんなボロボロで悲しいです。まあNG ワードも何を引いたかとか全然わからんので、まあエンディングでね、もうこれが罰ゲーム本当に嫌だからもう本当に言ってないことに残ってエンディング行ってみたいと思います。はい、では、ホールをちょっと見て回ろうかなと思います。いやー多分今日地獄少女いいんですよ。めっちゃなんか当たりが軽そうな履歴だったんですよ。ただ今日はちょっとバラエティーに当たりが見えないですね。クロトマホでマドカマイカ2の方は悪くないですね。全部最中抽選早いとはもう結構みんな行きましたもんね。まあ前代って言っても正直おかしくない多分履歴です。全四五郎とかって言われても納得の感じですね。いや番長3って出ますな。昨日も良さそうだったみたいなんですけど今日も番長3は良さそうですね。どっちかっていうとパネルこっち側トドロキのパネルの方が強そう。いやでも結構もう目で一撃ですごい出してるでも多いです。オキドキまたですね。私前回来た時もだったんですけど良さそうです。なんで花花なの私の日私来た時なんで花花なの。あでもなんかやっぱ綺麗に出てる台もいつもよりジャグラー多分配分がいいです今日ということで、本日やっぱしっかり設定は入ってますね。ということでね、あの偵察は終了です。実戦終了。疲れた。はい、ということで、もうね見てらっしゃる方本当に何も後半なかったんでもうサクッと結果いっちゃいます。本日はマイナス1500あれ4枚かな32本負けました。いや多分今までで一番負けたんじゃないかな、おそらくそんな気がします。なんかうん
前々回ぐらいは負けた、結構負けたような気がしたんですけど、多分それは回りましたね。いやーもう最初いけると思ったんですよ。なんならプラスでしたからね。そこからまさかの追加投資がこんなにいくとは、そしてこんなに出ないで終わるとはという感じで、もう結構ショックです。もうあー悲しいね、ほんとね。まあでも朝から嫌な予感はしてました。もう台も選べない、そしてバラエティコーナーのリング行った時点で負けだったのかなね、もうしょうがないですね。はい、ということで、あれです、 NG ワードいっちゃいましょう。これですね、これです。見えます、じゃじゃん。やべ、言った、絶対言った、めっちゃ言った気がする。マジってめっちゃ使うもんな。え、マジ、え、マジ、あ、え、本当にやだ。何回言いました？一回、嘘嘘あれ、一回、どんな時に言ったか覚えてます？うん、あ、マジ、はあ、よかったマジよかったマジよかったあ、よかった。もう私なんかもう今日は罰ゲーム来るんじゃないかって、めっちゃヒヤヒヤしとって、もうほんとよかったねえ。全然罰ゲームせんやんって話なんですけどね一回しかやってないっていう、もうもはやもう NG ワードいるのかいらんのか、ほんともう毎回ね、いらんのやないかなって思うけど、まあまあまあ、一応ね、おまけ、おまけとしても持ってください、なんか言ったらね、わ言ったって思ってくれるのもそんだけでいいんですはい、ということでね、もうあれですよ、残すとかあと1回を予定しております。ふるさとみなよかろうもね、えなんかなんだろうな、やっぱ6回ってこういろいろこうなんだろう、私結局博多弁あんま出とらんかったと思うし、でもちょっとずつ慣れ始めてっていうところで終わっちゃうっていうのはまあ悲しいですけどね。次回最後なんでね、もうパーッと今日もう結構負けちゃったけど、もう次回パーッといってやろうかなって思ってるんでね、次回はね期待してください。頑張りますんでいっぱい出して、やったーって、終わりたいと思うんでね、ぜひぜひ、最終回も見ていただけたらなと思います。ということで、まあ、本日はもう本当に見せ場がマジでなくて、本当マジごめんなさいはい、ということでこれにて終了いたします。長い時間ご視聴ありがとうございました。また次回。